らっしゃいませ。ドンカツは取れなかったですね。ソロもデュオも2位までしか行けなかったですね、今回は。あ、おお。じゃあ今日はドンカツ食いますか。よろしくお願いします。はい。あと一つ大丈夫ですか。なんですか。昨日録画してるって言ったじゃないですか。はい。オービスっていうソフト使ってたんですよ、録画ソフト。はい。これ付属のソフトじゃなくて、まあ外部ツールなんですけど、はい、ゲーム内の音が取れてなかったですね、一切。あ、マジですか。ちょっと昨日は泣いちゃいました、ね。一応見ましたよ。ありがとうございます。あれのゲームの、そうですね、音が入ってなかったので、ああいう編集にしたんですね。そうですね、昨日せっかく話されてたマンサヤさんとジャヌさんの妹の話も全部パーですね。まあいいですよ。よいしょ。どこいますか。どこでもいいですよ。どこ行ってみますか。わかりました。はい。それなんで多分この試合ドンカツしなくてもある程度長い時間生き残ったらおそらく使えると思いますよ。何ですか。この試合ですね。ああ、アップストアさんの自己紹介みたいなのを文章でパッと貼ってますね。出た。ああ、そうやっていう編集の仕方でやるんですね。そうですね。本当はファーストリアクションみたいなのを撮りたかったんですけどね。ああ、大丈夫ですか。大丈夫です。 YouTube の音量の大きかったからちょっと抑えてみました。例えば昨日お話ししてたんですけど、マンサヤさんとって結構一緒にマッチングしてたんですか。ああ、一緒に、まあ一時期ですかね。一時期ですか。まあ、その大阪の友達とやってる機会が多かったんで。ああ、なるほど。その友達からつながりってわけじゃないんですか。普通にノラで入ってたらたまたまいたって感じですかね。ああ、そんな感じですね。すごいですね、ノラから友達になれるって。そうですね。あれですか、マンサイさんの実況とかって結構見たことありますか。いや、ないですね。ないですか。実況と結構違うって方いらっしゃいますけど。ああ、ためごとだったっすね。ああ、じゃあそこら、いや、うん、でもそこも結構同じですね。なるほど。そういえば YouTuber つながりであれなんですけど、あの元 SMAP の3人の方って今 YouTube やってるのってご存知ですか。はい。あの SMAP の脱退しなかった方の木村拓哉さんいるじゃないですか。はい、はい、木村拓哉さんのことなんて呼びますか。キムチタクですかね。結構カーブ投げてきましたね。もっとストレートが来ると思ったんですけど。キムタクですか。そうですね、ありがとうございます。はい。あの方キムタクって呼ばれるの結構実はいやらしいんですよね。ああ、そうなんですか。あの一回来たことがあるんですよ。あ、キムタクですか。そうですね、番組の企画で来たんですか。来ましたね。すごいですね。その時にスタッフの方から木村さんって呼んでくださいって言われましたね。キムタクって呼ばないでくださいって言われた。そうですね、結構嫌がるみたいですね。なんで嫌なのかな。多分昔作られた時はあんまり気に入ってなかったんじゃないですかね。あ、ここはすいません。わかりました。なんか音しますけど大丈夫ですか。あ、マジですか。バイクの音一瞬しましたけど気のせいですかね。そしてブレーキかかってないですね。ありがとうございます。出た。これ引かれないですかね。後ろに入ったら引かれちゃいますけど多分大丈夫ですね。あ、開いてないですか。開いてないですね。
ですか。まずいですね。ナイスです。あと1人ですか。あと1人ですね。この中ですか。早いです。早いです。この中ですか。あ、なるほど、詰めますね。やりました。はい、ナイス。いいっすね。ラッキーでしたね、相手が下手くそ。いや、やっぱり、あ、それカットで。ジャンプする的なのに、いいね、当てれないって雑魚ですね。雑魚ですね。いや、いいっすね。またなんか変な体勢になってますよ。え、何がですか。斜め上に上がってますけど、大丈夫ですか。あ、もう行きます。足が上がってますけど。お、ちょっと大ギャグが。激しいお出迎えですね。そうですね。これどうしましょうか。多分ここ漁られてますよね。漁られてますね。残ってるものは残ってるんですけど、ちょっと微妙ですね。A few moments later。お、あそこ、W290、トラックじゃなくて、車が止まってますね。W290。あ、ここ、その家空いてますね。はい。どうしますこれ。ちょっと、凹凸使って山。あ、多分この辺いっぱいいますね、絶対。そうですね。ちょっと入りますね。その家空いてますね。甘いですか？等倍があったらいいなと思うんですけど。バイスコも今2倍しか持ってないんで、多分遠く見れないですね。じゃあ遠くは自分に任せてください。はい、お願いします。詰めますか。どうしましょう。家まで行きますか。それともまたデコボコあたりに伏せますか。そうですね、このままちょっとや、あ、でも、そうっすね、この家あたり。どこにいますか。300方向です。おっと、大丈夫ですか。ありましたね。ちょっとあれまずいですね。まずいですね。まあ、この辺の凹凸でいいんじゃないですかね。わかりました。あら、AWM ですね。おー、なるほど、そうですね。音的にもサップもしかもついてますかね、あの。そうですね、 AWM サップですね。しかも結構近いですね、その音。やっぱりかなり近いですね、この子から聞こえるってことは。確かに。あれですかね。あ、 SW240 に1人いましたね。はい、結構密集してますね、みんな。お、撃たれる。大丈夫ですか。あ、来てます来てます。ダウンですね。ちょっとこっちでこの声取りましょう。はい。
あ、いますね。あ、2人いますね。あ、いた。やばい、スナイパー撃たれてる。グレネード投げますよ。あ、痛いですね。とりあえずあの声まで行きましょう。はい、痛いですね。助けられますかね。うん、どうですかね。いや、まあスモークなかったらいいですよ。いや、ちょっと待ってください。あれ、あれ、ちょっと大丈夫ですよ。そのまま小屋に向かいますね。ちょっと待ってください。はい、スモーク使うと結構重くなりますね、このゲーム。重いですね。プレフォーじゃ、プレフォープロの方がいいかもしれないですね。そうですね。中で回復できる時間ありますかね、これ。あー、ちょっときついですね。こっちで。はい。どうだったの？あー、これでもバレバレですかね。ちょっと怖いですね、ここも。そうですね。やっぱ近で。これはさっきから305とかですかね、撃たれてるの。そうですね。これ、あれさ、板の木の裏の方が安全なんですかね。ああ、かもしれないですね、これなら。こっちの裏にはいないですかね。多分こっち、もう来るとしたら多分。ああ、はい、そうですね。355の家からそのまま、330方向行きます、ね。道路に降りてくるか。18人ですよ、これ多分。ああ、いますよ、結構。N 方向、スーパーいますね。うわ、これ、18人いってるってやばくないですか？やばいですね。スーパーいる上に、まだ2人とも死んでない。あ、1人範囲で死んだんで。もうワンパも結構きつそうですね。ああ、もうワンパ1人死にましたね。右側多分残っててもあと1人です。おお、怖いですね。かなり近いですね。多分この橋の、この橋がこの道路沿いの奥にいると思うんですよね。道路沿いの奥ですか。345方向。はい。なるほど。この辺いいポジだと思います。そうですね。多分あの木のあたりにそうなんですよね。これを捉えてみます。はい。アイアンサイトなんでちょっときついですね。アイアンと2倍なんで。ありますね。こっちの、こっち側って、こっち側 見れます？ここの。右側、そうですね。あと1人いるかどうかですね。右は。すみません、左、あ、大丈夫ですか？あ、いますね。SW250 見えますね。見えます？はい。あ、たぶん AWM と思ってます。距離が左側で。うわっ。オップでー。やばい。わお、違うとこからも飛んできてますね。右からも飛んできましたね、これ。多分これ死にます、僕。やめてくださいね。ちょっとゲームからの位置からね。はい。クラウドナイフですね。もう多分なくなりましたね。右からが分かるですね。いますね。どこにいますか？
っと、あ、でも敵がやってくれてますね、あれ。あー、なるほど。あ、330いますね。あとこと向かわないんで。あー、330、道路側にもいますね。挟まれてますね。そうですね。270結構近いです。フラグで多分崩れますね。お、やばい、的確ですね、この人。255の AWM まだ死ぬんですよ。いやちょっと厳しいですね、これ。このまま真っ直ぐ行っちゃいますよ。あー、目の前の、目の前の敵で、ラストです。目の前でラストです。ワンダウン、あと一人です。はい、野菜、取りません。あ、はい、あと一人です。あと奥ですか。はい、奥だけです。うまいですね、それは。うわ、危ねえ。突っ込みますね。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。 OK でーす。危ない、激路まで削ったのに最後ガバイブでしたね。いや、余裕するとんかつ。ありがとうございます。いや、これで木村拓哉さんと万歳とどんかつの、万歳さんですね、万歳さんとどんかつの3点盛りですよ。ああ。